最近札幌雪がすごくて、昨日はね暴風雪警報が出るぐらいね雪と風がすごかったんですが、もうね昨日に限っては朝1回1時間ぐらいかな雪かきして、で夜も1時間雪かきして、で朝起きたらまた雪めっちゃ積もってたんで、今日のね朝今朝もまた1時間雪かきして、でお昼ご飯さっきちょっと食べてからまた30分雪かきしてですね、結構体がこうきつい感じなんですが、もう強制的にねちょっと雪かき結構ハードなんで、あのトレーニングできてるというような感じで、いい感じの、なんか体を動かしてる感じになっております。さあ今回なんですけれども、タイトルが動画編集は独学で学べ、仕事は自力で取れというタイトルにしておりまして、まあ、ちょっと今回はねあの厳しめの内容でお話ししていこうと思っております。まあ、この数年ですね動画編集ってすごい流行っているんですけれども、まあ、最近はねパソコンのこうスペックもだんだん上がってきてますし、このね、スマホアプリでも結構凝った編集ができるっていうことで、動画編集自体はかなりね身近なものになってきたんじゃないかなというふうに思います。で昨年ね中学生 YouTuber が流行って、ちょんまげ小僧が流行って、で彼らは中学生なんですけど、あの動画を見てるとねかなりクオリティが高くて、おそらくこう独学で動画編集を学んでいってるメンバーたちなんじゃないかなと思いますね。ある動画を見ているとなんか、イソギンチャクくんかな、彼もなんか動画編集できるようになってきたみたいなことなんかの動画で言っていたんで、まあ、仲間内で教え合いながらこう練習してるんじゃないかなというふうに思います。まあ、中学生でもね独学でこう学べばこうクオリティの高いね動画編集できるようになるということで、まあ、個人的にはですね高額な動画編集スクールっていうのは通う必要はないんじゃないかなというふうに思っております。高額な動画編集スクールってやっぱりねあの行くだけでも10万とか何十万とかねかかってきてしまうもので、そのね動画編集スクールが自分に合わないとか、動画編集自体がまあちょっと自分としては、うん、あんまり合わないなっていう風になっちゃうと、その投資したねお金ってまるまる無駄になっちゃうわけですよね。でちょっと自分の話で言うと、僕ね会社員時代にいやなんかこれ自分でスキルつけないとやばいなと思って、まだ全然動画やってない頃ですね、あのスキルつけないとやばいなということであのプログラミングのスクールに通ってたんですよね。で多分あれまこなり社長のやつだったと思うんですが、プログラミングのスクール通っていくらだっけな、5万とか10万ぐらいポンって払ったんですが、いかんせんさプログラミングのあのなんか書く言語とかやっぱ自分に合ってなくて途中で挫折してしまいました。で高額なねスクール代を払うと、まあね、お金払ったんだからやんなきゃっていう気持ちで、まあ、学べることもあるかもしれないんですが、基本的にはねやっぱり自分に合わないこととかやりたくないことをしてまでこう学ぶ強制されるもんじゃないんでね、お金を払ったとしても、ね、強制されるもんじゃないんで、途中でやめてしまうと、まあ、こうお金を払って何も得るものなくこう終わってしまうんで、まあ、ちょっともったいないかなっていうふうに思っております。なので今回はですね、なぜ動画編集をこう独学で学ぶべきなのかっていう3つの理由と、高単価な案件の取り方のお話をしていこうと思います。ではまずは独学で動画編集を学ぶべき3つの理由の1つ目いきましょう。1つ目は動画編集ソフトってそもそも触れば分かるような作りになっているからです。まあ、最初って動画編集ソフトの使い方がなんか難しそうで、いやこれ本当に自分でできるのかなっていう風にね結構こう心配になるケースも多いんじゃないかなと思うんですけれども、動画編集ソフトはもう触れば分かるようになっているんですよね。で難しく見えるのは皆さんがまだ触ってないから、未知の世界だから難しく見えるんですよね。ちょっと一緒にねプレミアプロっていう動画編集ソフトの中見てみましょう。はい、プレミアプロをね立ち上げるとこんな感じの画面になってまして、確かにこれパッと見るとあれどこを触ったらいいのかなっていう風になるんですが、まあ、一番目立つところもクリックしていきましょう。新規プロジェクト、そしたらまた右下なんか青くなってるのでここを押します。これちょっと無視して、はい、開くとこんな感じになります。確かにこの画面もよくわかりませんが、なんかこうパッと読んでいって、どこかなどこかなって探していくとメディアを読み込んで開始しますって書いてあるんだ、ここに多分なんか動画の素材置くのかなみたいな感じで予想しながら、なんか触りながらクリックしてもなんか始まらないし、じゃあ右クリックしてみるか、なんだなんだ全然、あ読み込みかみたいな感じで何もわからない状態で手探りで探していっても、まあ、ちょっとずつでもね前進できるような仕組みにこの動画編集ソフトっていうのはなってるんですよね。でこれでファイルを読み込みしてここにできたから、じゃあここなんかメディアをここにドロップしてシーケンスを作成します。シーケンスってなんだっていう話になるんですが、分かんなかったらインターネットで
プレミアプロシーケンス、どういう意味とかで調べるとその理由意味が出てくるんで、そうやってちょっとずつね前に進んでいけば全然動画編集ソフトの使い方って難しいものじゃないんじゃないかなと思います。最初は確かに難しいですよ。僕もプレミアプロじゃなくて iMovie っていうね動画編集ソフトから始めたんですけど、まあ本当に何を言ってるかも全然わかんなくてですね、本当手探り状態で最初の1本作るのにめちゃめちゃ時間かかったのを覚えています。ただね最初の1本2本3本ぐらいはすごく時間がかかったんですけど、やっぱり徐々にね編集の速度は速くなっていきますし、同じようなねテイストの動画を作るんであればもう3回やればね結構十分そのね操作覚えられるぐらいの感じでした。でちょっと誤解のないように言っておきたいんですが、僕はね多分僕のチャンネル見てくださってる方はわかると思うんですが、その特別頭がいいわけじゃないんです。覚えが早いわけでもなくて、どっちかっていうとあんまり容量がいい方じゃないんですよね。僕会社員の時にですね、その同期70人ぐらいで研修していたんですが、その中のねちょっと口の悪い同期にお前は容量が悪いんだからみんなと同じにやってても絶対上の方に行けないよみたいな感じに言われたことがあるぐらい、やっぱ容量があまり良くなくて、まあ、人と同じことをやるのに、まあ、人一倍ちょっと時間がかかっちゃうタイプなんですが、まあ、それでもねやっぱり3本ぐらい動画作ればある程度のね基本的なこう使い方、編集ソフトの操り方っていうのはこう理解できるようになってきていたので、まあ、動画編集ソフトやっぱり商売なんで、やっぱこのソフトを売らなきゃいけないんで、いろんな人からね口コミとかでやっぱ使いやすいソフトですよって言われなきゃこのソフト自体の商売が成り立たないんで、それはやっぱ使いやすくなってますよね。で最近は AI とかも発達してきているんで、テロップとかも結構ね自動で入れられるようになってきたり、色編集とかもねこう自動でこういい感じの色に、ある程度いい感じの色にできるようになってきてるんで、編集ソフトの操り方自体は本当に最初触ってない時点では難しいなって思うかもしれません。この画面何かなって思うかもしれませんが、ちょっと触ったら本当にそんなことないので、ぜひねまずちょっと難しいなと思ってる方は分かんない状態で全然 OK なんで、壊れることもないんで、さどこを押したところで壊れることもないんで、ガシガシねちょっといじってみてほしいなっていうふうに思います。はい、では次ね独学で学ぶべき理由2つ目いきましょう。2つ目は最近ねハウツーがもう豊富なんで、動画編集スクールとかで教えられるようなことは全部もうウェブ上に載ってます。YouTube もそうですし、ウェブの記事もそうですし、本も豊富に出てますし、もうありとあらゆるところから学ぶことができるんですよね。で僕のチャンネルでもプレミアプロの使い方ですとか、ダヴィンチリゾルブの使い方のチュートリアルたくさん出してますし、他のね YouTube で情報発信してくださってる方も出してくれています。でここ数年ブックっていうねその映像制作者がよく見ているウェブサービスがあるんですけれども、そこでも動画編集のハウツーの動画とか記事とかもたくさん載っていますので、動画編集をしていてどこかでつまずいたらその都度ね YouTube とかそのウェブで検索して、それを一つずつ課題をクリアしていくっていうのがいいかなっていうふうに思います。で個人的にねいい学び方、いい動画編集の学び方はまず一冊本を買うっていうのがいいんじゃないかなっていうふうに思ってまして、これなんでかというと YouTube とかねウェブ記事とかは自分がね分からなくなった時に自分からこう検索ワードを考えながら入れて検索して解決していかなきゃいけないんですけど、本はもうある程度全部ガッて載せてくれているので、パラ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 見るだけでも、あこういうことがあるんだとか、あこれってこういうワードを使うんだとかっていうのが、まあ、本に書いてあるんで、まあ、読むだけでねその知識がこう蓄えられていくんですよね。で動画編集最初始めた時ってそのワード自体が分かんないこととかも結構ありますよね。例えばトランジションって、まあ、僕とかこう動画編集慣れてる人は普通に使っちゃったりするんですけど、そもそもトランジションって何っていう話なんですよね。動画編集やったことない人からすると、トランジションっていうのは場面と場面のつなぎのことなんですけれども、あこういうのをトランジションって言うんだっていうのが分かってないと、そもそもそれをさ検索ワードが思い浮かばないから検索できないと思うんですよね。だから本当にこれから動画編集初心者でこれからやる人は本を買って一回パラパラパラって読んでみて、なんとなくのさワードとか覚えたり、あこういう、あそういえばここになんかこういうこと書いてあったなっていうのをちょっと頭の片隅に入れながら動画編集をねこう学んでいくと、より実践で学んでいくとより身につきやすくなるんじゃないかなと思います。まあ、本はちょっと高い、確かにああいうさ専門書みたいなやつちょっと高くて3000とか4000するんですが、それでもさスクールに比べたら何十分の1ですかっていう感じなんで、まず本1冊買うのは個人的にいいんじゃないかなっていうふうに思います。それでは最後3つ目いきま
ましょう。3つ目はですね、そもそも自分で手を動かさないとうまくならないからです。いくらそのねスクールとかでこう有益な動画教材とかを見たところで、見ただけではやっぱりうまくならないんですよね。自分で手を動かして作ってみて試行錯誤しないと絶対にうまくならない。これはもうね、僕の38年間の経験からもう分かりきっていることで、僕ねサッカーやってたんですよね。小学校からやってて、で小学校の時はねあんまりこう自分でから練習しなかったんで全然うまくならなかったんですよね。で今ね自分の子供が今幼稚園の年長さんなんですけど、サッカー習いに行ってて、で自分の息子はねサッカーがなんか多分好きでしょうがなくてすごく練習するんで、そのサッカーの練習の時以外にも家で練習したりね、まあ一緒にやってるんですけど練習してるんですごく上手くなるんですよね。キックも上手いし、まあ、トラップ最近ちょっと強化月間でトラップの練習とかもやってるんですけど、ドリブルもすごい上手ですし、同年代のね子たちを見てるとやっぱりうちの息子が、まあ、親のひいき目なしにも、まあ、圧倒的にちょっと上手い感じになっていて、まあ、それは多分そのボールを蹴る時間が長いからなんじゃないかなというふうに思ってます。だから動画編集も一緒で、やっぱりやればやるだけこの編集ソフトに触れれば触れるだけ上達するものじゃないかなと思います。まあ、それはね僕が小学校の時に練習しなくて全然上手くならなかったのと同じことですよね。練習すれば上手くなるし、練習しなければ上手くならないと。で高校に入ってからですね、中学校ちょっと一回やめて、高校に入ってからまたサッカー部入って、その時はもう本当に集中してめちゃめちゃ練習してだいぶ上達はしたんですが、まあ、ベンチにも入れなかったっていうねちょっと挫折経験はあるんですけれども、やっぱりねやればやるだけ上手くなるっていうのは動画編集もサッカーでもギターでも、バスケでも卓球でも何でも一緒かなっていうふうに思います。だからねやっぱりそういったスクールとかでお金払ってなんか教材の動画とかを見て、あーなんか学んだなっていう気になるよりも、まあ、よくわからないなりにこのパソコンね編集ソフトを触ってみて試行錯誤して、あこれだあこれなんかうまくいかないなとか、あこうやったらこういうふうに見えるんだなっていうのを自分のねこう経験値として蓄積していった方が絶対上達は早くなりますし、仕事になるのも早くなるし、仕事の単価自体も上がっていくんじゃないかなっていうふうに思いますので、ぜひねこれから動画編集を始めてみようかなと思ってる人はこのね編集ソフトに触れる時間っていうのをこうできるだけ長くしてもらえたらいいんじゃないかなというふうに思います。はい、ではここからはですね動画編集の単価の上げ方をお話ししていこうと思うんですが、基本的に動画編集の単価めちゃめちゃ安いんですよね。まあ、皆さんねこの動画見てくださってる方は結構単価感とかもご存知かなとは思うんですけれども、本当に安くて、例えばね SNS X とかでこう募集している動画編集案件でだいたい1本3000から8000とかぐらいのレンジかなと思います。で結構ね多分この、まあ、8000ぐらいの単価のものだと10分尺でフルテロップで、これ完コピしてくださいみたいな感じで結構大変な編集の案件が多いんじゃないかなっていうふうに思いますね。で8000だったらいいじゃんっていうふうに思われるかもしれませんが、1本作るのに 10分のねフルテロップだったら僕でも多分6時間ぐらいはかかるんじゃないかなと思うんで、多分そんなに動画編集慣れてない人だと3倍ぐらいかかると思うんで18時間でしょ、8000円割る18なんで500円とかぐらいになっちゃうんですかね時給、まあ、かなり少なくなっちゃうのであんまりこうコスパ的には良くないんじゃないかなっていうふうに思います。でじゃあクラウドワークスとかクラウドソーシングサイトはどうなのかっていうところなんですが、もっとね単価感ちょっと低いイメージがあって、まあ、それこそ10分の1本作るとして、2000円とか3000円とか5000円ぐらいのレンジの募集案件が多いのかなっていう風なイメージです。でこれなんでこういうね低単価案件がこう蔓延してるかと言いますと、まあ、これね構造的に考えたらわかるんですけれども、まず発注者がいますよね。で発注者はこの動画編集1本やるのに例えば5万円でお願いしますというふうにお願いするとするじゃないですか。そしたら、まあ、間にね何人かいるんですよ。例えば代理店いて、ディレクターがいて編集者に来るとか、ディレクターがいて編集者に来るとか、なんかいろんな間に入ってる人がいて、発注者が、まあ、5万円で発注したとしたら、この代理店がじゃあ半分取ります。2万5000円取ります。
ております。ディレクターがじゃあ2万円取ります、じゃあ編集5000円でやってくださいっていう感じになるんですよ。これはもう構造上仕方がないことで、まあ、大体ねどこの世界でもやっぱこう発注者から下に降りていけば降りていくほど、下流に行けば行くほど単価はね安くなるっていうのはもうしょうがないことなんですよね。じゃあ自分がその上流に行けばいいじゃんっていう話なんですけれども、この発注者、まあ、企業だとして、その企業とじゃあ自分はどうやってつながりを作るんですかっていう話ですよね。実績もなければコネもない段階で、ここのさ上流の人とのつながりってなかなか作れないと思うんですよね。でこれは動画編集だけをやっていると、動画編集ってやっぱ一番最後の工程なんですよね。企画して撮影して編集するっていう最後の段階なんで、どうしてもこの企業とか発注者の人とは知り合うのは難しくなっちゃうんです、編集だけをやってると。だから僕はビデオグラファーになった方がいいんじゃないかなっていうふうに思ってまして、ビプロザベースっていう教材を販売しています。これは編集だけじゃなくて企画や撮影もできるようになりましょうよ、そのための手助けをしますよ、添削をしますよっていう教材になっています。やっぱり編集だけじゃなくて撮影や企画もできれば単価っていうのはどん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 上がっていきますし、この上流のですね元々のこの金額で仕事を受けることができるんで、もう本当に編集だけをやってる時との金額が全然変わってきます。これは実際自分でそれ経験してるんで、すごくよくわかることなんですが、僕ですね元々その動画編集者で、まあ、ちょっとずつね独立してからちょっとずつこうお金をもらえるようになってきたんですけど、ずっとやっぱりこう作業をしていても20万円ぐらいしかいかなくて、いや結構これしんどいなっていう感じで、そこからピボットして、そのビデオグラファーになって、全部ねその企画から撮影から編集まで、受けるようなこうスタイルになりました。でそうするとやっぱり付き合う人がそのディレクターとかですね代理店とかじゃなくて、クライアント直で自分が付き合うようになってくるので、金額交渉とかも自分でできますし、その金額で受けようかどうかも自分で決められるんですよね。なので自分のこの有限の24時間っていうのを結構ねうまく使えるようになりました。これがね結構高単価案件を取る心理なんじゃないかなと思ってまして、いくらそのクラウドワークスとかなんか SNS で募集された案件に応募して実績を作ったところで、自分がねその上流のそのクライアントさんとつながれなかったら高単価案件っていうのは一生受けることができないんですよね。今僕はねその企業さんから企画撮影編集とかの仕事まるっと受け負ってるわけなんですけれども、企画や撮影とかはね結構自分でやることが多いんですが、編集を自分のねオンラインサロンのメンバー、マグネットのメンバーにお願いすることも結構あったりします。僕はですねそのマグネットのメンバーに結構お仕事を振りたい派なんです。お願いしたいなと思ってるんで、結構ね編集の単価自体も一般的なね金額相場よりちょっと高めに設定してお願いしてるんですけれども、そうやって自分が上流とつながって自分が価格を決める方に回れば、やっぱ単価っていうのはもう高くなってきますし、なんならねその動画編集お願いする単価をガクッと下げれば、その分ね自分がこう吸収してウハウハってすることも、まあ、できるっちゃできるんですよ。まあ、それはやんないんですけど、まあ、みんなにお仕事をお願いしたいからお仕事取ってきてるんでそれやんないんですけど、そういうこともできるんです。なんで金額を自分でコントロールできるっていう強みが結構あるのがやっぱりビデオグラファーなんじゃないかなと思います。これはね動画編集者でいるだけではやっぱりここにたどり着くのはかなり難しいことかなっていうふうに思いますので、一番効率のいい高単価案件の取り方は自分で企画も撮影もできるようになって、まあ、編集までまるっと請け負うっていうのが一番やっぱ単価が高くできるやり方なんじゃないかなというふうに思います。そもそもですね、まあ、最初ちょっとお話した通り動画編集ってめちゃめちゃ簡単なんで、ライバルがそもそも多いんですよね。でライバルがめちゃめちゃ多かったらですね、やっぱりこう発注する側も安くて同じようなクオリティで作れる人に頼みたいっていうのが、まあ、当たり前のことだと思うんですよね。そうなってくると、まあ、価格勝負とかになってきますし、僕はなんか週に何時間働けてこういう動画作れますみたいな勝負になってくるわけなんですよね。でそうやってると、まあ、副業とかでやるにしてもやっぱりね消耗しちゃうんですよね。自分の時間も消耗するし、自分のねこう体もやっぱ動画編集って結構こう、ね、肩が凝っちゃったりして、まあ、ひどくなったら頭痛とかにもなってくるんで、自分のこう体も消耗してくるんで、安い金額で自分を消耗させてやるっていうのはあんまり得策じゃないのかなっていうふうに思いますので、まあ、今日のねお話が皆さんに参考になったら嬉しいなと思います。この動画はロイヤリティフリー BGM 効果のオーディオストックの提供でお送りしました。ということで今回はですねちょっと厳しめな話をしました、動画編集は独学で学べ、仕事は自力で取れということでお話ししたんですけれども、いかがでしたでしょうか。
まあ本当にスクールなんて行く必要は僕は一切ないと思ってます。それこそ、まあ、10万超えるようなスクールは絶対行かない方がいいです。あの動画編集ね、ちょっとね何回もお話した通り単価自体はかなり安いんで、例えば5000円の案件ね20本やんないと10万円稼げないんですよ。それをスクールに10万とか稼いじゃあの使っちゃったら20本やるまでプラスに行けないということで、それかなりこうハードルが高い、多分2ヶ月ぐらいかかっちゃうんで、それだったら自分でねこう素材を撮影します。iPhone とか、ね、スマートフォンでも何でもいいんで、もう自分で素材を撮影する、自分の方向向けて、スマホ用の三脚買ってこっち向きがいいかなとか、こうやったら光の当たり方どうかなとか顔どう見えるかなとかって試行錯誤しながら撮影して、なんか自分の好きなものとかことについて喋る、まあ、カレーが好きだったカレーのことについて喋って、でそれを何分間、ね、カットしてテロップ入れて自分でね何分間とかの動画にしてみて、そういうのをね何本か作ってみると、もうね動画編集ソフトの使い方っていうのは大体わかるようになってきます。でそこからなんとかなエフェクトをやるとか、色作りができるようになるとか、効果音こういうの入れたらいいとかっていうのを徐々に徐々に学んでいけばいいだけの話なんで、動画編集はね独学でも全然こう上達していけるんじゃないかなというふうに思います。でプロのクオリティにしようと思うと、添削とかをねしてもらった方がやっぱりこう上達の速度は上がってきたりしますので、僕が販売しているビプロザベースっていう教材を購入して、僕めちゃめちゃ細かい添削して、もうほんとね長文で皆さんの動画添削させていただいて、まあ、受講してる人はこんなに長い文章で直すところたくさんあってマジかみたいな感じになるかなとは思うんですが、やっぱりねお仕事で受けようと思うとやっぱそれぐらいねこう何回も何回もこう練習していくっていう必要があると思いますので、ビプロザベースはね僕と、受講してくださってる方マンツーマンでねしっかりと向き合って皆さんのね映像制作が上達できるようにこう添削させていただきますので、興味ある方はね動画編集者じゃなくてビデオグラファーになるための教材ビプロを、概要欄から興味あったら見てみてください。ということで本日の動画は以上になります。この動画になったらグッドボタン、チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。ビプロザベースという ビデオグラファーになってまず月5万円稼いでみましょうよって教材販売しておりますので、興味ある方概要欄からリンク見てみてください。ということでまた次の動画でお会いしましょう。ではまたしたっけ、また雪降ってきた。これはね夜とかもまた雪かきしなきゃいけない感じかなって感じです。